はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回は、シャドーバースの方、やっていきたいと思います。今回なんですけども、はい、ローテーションのウィッチで、自然ウィッチね、はい、全環境はちょっとグラマスになるために、ちょっとお世話になったんですが、新しく追加されたこのストームエレメンタラーっていうのが、先行引いた時にかなり強いんですよね、はい。ファンファーレで自分の場にアミュレットがあるので一つ手札に戻して体力を回復、その後進化時アミュレット一つを手札に戻して相手のフォロワー1体に3ダメージなんですよ。つまり、5ターン目ですね、アミュレット出す、例えば4ターン目に何かして手札に戻していた場合、ナテラをね、出して HPP 消費からのファンファーレで戻して回復、そしてまた出した後進化してまた手札に戻すってことで、盤面の除去もできて回復もできて、かつ、エレメントシャーマンライリーのこの直接召喚のためのね、ナテラの体重プレイ枚数を稼ぐことができる。ウィッチに限っては機械よりこっちの方が強いんじゃねってことで、混ぜるよりも強いんやろってことでね、戦った試合の方をリプレイで見ていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイの方を見ていきたいと思います。お相手さんはドラゴンでした。まあ機械と自然がごっちゃになったやつ、またはね自然が強いところではございますが、機械はほとんど見ませんね。で、荒野の案内に1枚だけキープして、アースエレメンタラー、インパルスアルケミストはね、ゼロコストでできるってことでかなり優秀ですね。はい、それでは見ていきましょう。1ターン目にエレメンタルマナが引けたので、使っていきます。ナテラの体重1枚手札に。お相手さんの1ターン目動きはなしなので、僕はもちろん荒野の案内に。いいね、手札ね。ナテラの体重を稼げるやつがいっぱいです。お相手さんの 2PP は竜の託戦。まあ、正直フォロワー出してくれないとと思ったんですが、まあいいでしょうということで、ナテラの体重を手札に加え1枚も出しておきます。まあ荒野の案内にはあれですからね、あれを稼ぐためだけというか、なんというか。で、お相手さんまあまあゆっくりしてるんで、ここナテラの体重で先にドロー。領有激突、インパルスアルケミスト。これでナテラの体重をゼロコスト刺して殴って、もう使っちゃおうということでナテラの体重も使っちゃいます。エレメントシャーマンライリーが手札に。まあこれはね、デッキに2枚入っている相手で戻せばいいかなと。で、この治癒のドラグーンはマジで強いね。4コストで使ったら48の守護持ちでしょ。守護持ちじゃない、ターン終了で回復持ち、エンハンスでも使えるとか。エンハンスは使えないか。お相手さんなかなか除去がうまいなぁと思ってたんですけども、はい、ストームエレメンタラー回復はまあ意味ないんじゃないんですが、これで進化時能力を使っていきます。相手に3点パンチ。ここは、ナテラの体重をプレイして進化時能力の突進で倒して2点パンチと。お相手さんの 7PP、 はい、プレシオサウルスですね、強いですね。はい、オラオラ負けんなーと。2枚引いて1枚です。1枚捨てて2枚引いてって感じですね。でここなんですけども、極点のエレメンタルで3点バシュッと与えて、ナテラの体重からの、進化圏温存パイロエレメントソーサラーで熱くしてくる火の幻想ズバッとで、ナテラの体重を稼ぎます。現時点で、プレイしたナテラの体重の枚数は7枚、つまり次のターンからライリーが直接召喚出てきてくれると。お相手さんもう一度プレシオサウルス、まあ重複して持たないんでそこら辺はまあよしかと。
プラス進化圏を使ってくれたしね。チクチクっとダメージを与えてきます。岩石のアンキロサウルス、ラストワードでカードを引くって能力いいよね。水の技術よ、力を貸しなさーいと。でここは荒野で休息で体力回復しつつ、ナテラの体重、次出てきたシャーマン、エレメントシャーマンライリーさんの攻撃力を上げようと。でエレメンタルマナスバット。ここでぐるぐる回してるのはあれが欲しかったんですね、あの領有激突2枚目。ナテラの体重もぐるぐる回していきます。ここでマナリアの英知が来たので、まあ良かったなと。領有激突は相手の顔を殴った後、プレシオサウルスを除去。相打ちにはなりますが、まあよしかなと。お相手さん、治癒のドラグーン。もう一丁治癒のドラグーン。いや、体力でかすぎるってとは思ってたんですが、はい。強いな、ほんとこれ。エレメントシャーマンライリー、直接召喚11点。ここはマナリアの英知で戻します。そして防塵とマダンで荒野の案内人を出して、今戻したライリーさんを次出すために、攻撃力高く出すためにナテラの体重を手札に。領有激突が来てくれた、ありがたじゃーといったところですね。治癒のドラグーンを除去しつつ、マナリアの防塵で守護を張ります。そしてお相手さんの 10PP なんですが、あい、どんだけプレシオサウルス似てるんですかと。まあ自分の PP 最大値が10以上なので、お得進化ができるようになったのかな今ので。痛いですね。邪竜のちぎり引きすぎなんだよなお相手さんな。確かここで3枚使われたよ。ほんとすごい。ほんとさあ、これで回復とかもしていくんですが、次出てくるプラス守護がね、はい、出てないので勝ちと。意外と戦えるんですよね自然美ショップ。今日普通に強化されてます。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。